女子プロ野球潜入ということで、本日は愛知ディオーネの世界の里、タケノコの里こと球界の大エース佐藤綾美投手のピッチング練習をお送りいたします。本当に素晴らしい投手ですので、チェックよろしくお願いします。鬼スライダーも投げていただきました。とんでもない変化でした。それではご覧ください。佐藤選手のピッチングを見ていきましょう。素晴らしい投手を前にして我慢ができなくなり、約150万再生バズりにバズった鬼スライダーの握りをお伝えしまして、投げていただきました。もう一回もう一回、めちゃめちゃえぐい鬼スライダーを投げておりました。これは誰も打てません。もう一度、やばい、やっぱりえぐい。一発で鬼スライダー習得です。目的な意見ですけども、佐藤選手のような素晴らしい投手はたとえボール球になろうが次投げる球の残像として生きると思うので、全然ボールでも OK だと思います。佐藤選手の今後の活躍期待しております。佐藤選手、寺部選手、ご協力いただきまして本当にありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、応援コメントお願いします。こちらのサイン色紙を3枚いただきました。3名様にプレゼントしたいと思います。応募条件はですね、共演 TV のチャンネル登録、そして熱い熱いサインが欲しいコメントをぜひともよろしくお願いいたします。当選者にお名前を聞きまして、須崎選手、ここに当選者のお名前を書いていただきます。大丈夫ですか、はい、いいですか、はい、ぜひともよろしくお願いします。
本日のご視聴ありがとうございました。もしこの動画がいいと思ったらチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやっておりますのでフォローの方よろしくお願いします。今後動画でやってほしいことがあればコメントにどんどん書いていってください。お願いします。また見てねー。